今日の依頼はスメラギのデータバンク施設の襲撃だ。その施設にはスメラギが研究してきた能力者の臨床データが保管されてるらしい。もしかしたらお前やシアンちゃんのデータもそこにあるかもな。能力者の研究データか。もう二度と僕やシアンのような犠牲者を生み出させはしない。 OK、 その依頼受けるよ。助かった。お前ならそう言ってくれると思っていたぜ。最深部にあるメインサーバー。こいつはリニアリフト。ってことは雷撃輪で引き寄せられるってこと。そういえば破壊って言ってたけど、データは持ち帰らなくていいの。スメラギのスクリティはどうせフェザーが突っ張れるんだな。壊しちまう方が。ここも雷撃輪を使えば足場を引き寄せられる。トゲには気をつけろよ。即死じゃねえな。即死？何のこと？昔はそういうのもあったんだよ。大層な警備だな。スメラギ
この国の政界にすら影響を及ぼす機会に、その秘密データを生かすこの場所は何としても死守したいのだ。メインサーバーのある部屋はその先だ。貴殿がガンボルト、調整は次回剣の彼ら、この施設を託されし森人で候。調整は任務だの正義だの、御託を並べるつもりはござらん。ただ強者と名高き貴殿との戦い、ぬっぬっ、さあ参られい貴殿の雷、我が知力の拳でひねりつぶさん。 Welcome to die! You shall meet with my wrath! また濃いのが出てきたもんだな。抵抗するのか、僕は手加減し、 You are nothing! アホとより手加減無用。本気の貴殿と戦えるのか、何の意気もござらん。青き雷帝と称された貴殿の第七波、その本気を調整に見せてみよう。 You are helpless against my power! 望み通り見せてやる。お前を倒すことだ。超獣自爆祭、気持ちのいい返答、実に良き方。第七波同士のぶつかり合い、血は筋肉を取る、このことで飛ばし、アームドブリー、ライトニングクリア。 I kill you! You are dead! あとはこの部屋のデータを。破壊する手間が省けたな。おう、ならあとは脱出するだけだな。冒険の破片サンプル、これで3個目か。有事の際のみ鞘抜くことを許された封印の剣、くだらん玩具だ。
いくら力を漁そうとも、奴らが人にあだなす悪鬼羅刹であることに変わりはない。スメラギも化け物も神に代わり俺が裁きを下す。人間であるこの俺が。こちらフェザー、ジブ、砲塔を。モニカさん、こんな夜更けにどうしたんですか？ごめんなさい、ジブ。あなたに緊急のミッションをお願いしたいの。私たちが追っていたスメラギの能力者がその近くに逃げたようなの。ジーノが追っていたんだけど、負傷してしまって。すまねえ、しくじっちまった。ジーノ、わかりました。そのミッションを引き受けます。悪いな、ジブイ。やつは強い。気をつけてくれ。あ、ジーノはゆっくり休んでね。ジブイ、また出かけるの？シアン、もう夜の遅い。君はベッドに戻るんだ。ううん、私、起きてる。起きて、あなたの帰りを待ってるから。わかった、なるべく早く戻るから行ってくるよ。 GV、私の歌がきっとあなたの力になるから。そうだ、シアン。シアンに受けた。ありがとう、ジブイ。ジブイってスペシャルスキルは使ってる？スペシャルスキルで敵を倒せば、今度クードスにもボーナスが入るし、スペシャルスキルを使った時にクードスをスコアとして換算できる。積極的に使っていきたいところだね。でもより高いクードスを維持するなら、スペシャルスキルを最後の最後、とどめの時までクードスを貯め続けた方がいいんだよね。それはそうだけど。大丈夫、できるよ。 GV ならきっとできる。私信じてるから。だから頑張って。うん。Thank you.